こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。はい、はい、始まりました。今回もね、ちょっとトルコの話を続きにしていきたいんですけども、ね、前回は、はい、トルコがやばい、そういう話でした。あれ、あらすじを説明してくれる人がすごいサボり出したの。まあでもそういうことですけど、はい、一言でまとめたらそういうことです、はい、やばかった。そういうことでね、やばいので、はい、今回もね、このトルコ特集ではトルコでは暴落のさらなる裏話とかね、うん、トルコショックの正体とか、うん、トルコ経済、その政治の大問題をちょっといくつかのテーマから見ていきたいんですけども、うん、今回はね、そのトルコのエルドアン大統領とアメリカのトランプ大統領が、もう非常に分かりやすく言うと、うん、ただいま大喧嘩してると、うんうん、バチバチ、うん、しかもこれ大統領同士のガチ喧嘩です、うん、それが大問題を引き起こしてるっていう話ですね。とから入っていきたいと思います。ツイッターでめっちゃ言い合ってんの。それは可愛いやん。それならもういいわ。別に違うんだ。別に微笑ましい。微笑ましい。ある意味、またいい、ある意味逆に仲いいわ。お前それぐらいならいいんですけどね、うん、実は他どういうことじゃあ何が起こっているかというと、例えばね、まあいろいろあるんですけど、うん、一つすごく大きいのがトルコ側がですね、アメリカ人の牧師さんを即長期間拘束して返せないんですよ。そのトルコ当局の言い分としては、この2016年の7月に、うん、そのアメリカ人牧師のアンドル・ブランソンさんという人がいるんですけど、この人はクーデターミスを起こしたと、はい、トルコに対して、うん、なのでずっと今拘束してるんですね、うん、捕まったままってことアメリカに返してないんです。で、最近やっとそのトルコ内の自宅軟禁になったんですけど、うん、でもずっとアメリカは返せと、うん、特にアメリカ のキリスト、まあ、キリスト教側のトランプさんそのすごく支持基盤なんでね、うん、そのキリスト教側の福音主義発射の人からはもうすぐか無実だから返せと、うん、いう圧力が強くて、トランプさん もうそこは無視できないんで返せと言ってるんですけど、うん、いやいや容疑者から返せないみたいな、うん、っていうもう攻め合いがずっとあるんですね。で、まあそれを受けて今年の7月、まあ、8月7月26日くらいにはトランプ大統領が、うん、もうアメリカはその長期にわたるブランソン氏の拘束を理由に、うん、もうトルコに対して大規模な制裁を課すと、お経済制裁を課すとまで言っているということです、うん、すごいですね、っていう経緯がありました。へ、でまた最近で言うと、この牧師さんの拘束問題をめぐって、うん、もう返せへんから、うん、トルコの政権の2人の重要な閣僚に対して経済対象を認定していると、うん、口座凍結ですね。だから、うーん、でそれを受けてすぐにトルコも同じくアメリカの2閣僚に経済制裁を発表したと。へえ、やり合ってるわけですね。ほんまやね、うん、そういうことですね。へえ、あかんやなんか、うん、バチバチですね、バチバチやバチバチ、ね、これも一つ一例ですけどね、まあ、だから本当これもうちょっと深く言うなら、例えば牧師さんと神父さんの違いって分かります？え、同じなんじゃないんですか？違うんですよね、うんうん、カトリックとあれやん。え、そうなんや。あれとあれやん。カトリックとプロテスタントですか？そうそうそう、あ、そうなの。神父はカトリックで牧師さんプロテスタント、はい、あ、そうなんですね、はい、っていうのはあるし、あとキリスト教とね、イスラム教の歴史もね、はい、本当はこの辺もしっかり押さえてないと、うん、この世界経済の問題とか政治の問題は本当には理解できないんですけど、またいつか特集したいなと思います。いやいやいや、ないやんそれ。ライフリやん。いや、この辺は僕一番話したいとこなんで、好きなんで。宗教のことね、うんうん、まあ消されるかもしれない。宗教的なこと厳しそう。でも本当はだからイスラム教とかキリスト教について、うん、歴史とかね、この理解しないと、この辺はちょっと日本人には理解しにくいですよね。本当はね、うん、裏の話っていうのはね、うん、その背景とかはね、うん、まあそれをちょっと置いときますけど、あとね、さらにこの米中貿易戦争、アメリカと中国の貿易戦争は実はトルコにも影響してるんですよ、うんうん、トルコリーダーがその、しかも今言ったように、エルドアンさんとトランプさんと大喧嘩してるんで、はい、このトルコリーダーが大暴落してもうトルコ大問題になってる時があったじゃないですか、はい、その最中にトランプさんさらに攻撃を仕掛けました、うん、その時にそのトルコリーダーの対ドル急落を受けて、トランプ大統領は、まあ、トルコの鉄鋼とアルミニウムに対する関税を2倍にすると2倍をするっていう風に発表したんですね。なるほど、まあ、世界中にやってたやつの一環でっていうことですか？一環ですけど、うん、
トルコに対してやるとき、トルコに対して貸すっていうのも、まあ、ナムさんおっしゃったように世界に対する一環ですけど、うん、トルコレが大暴落して困っているときに言ったんですね。ああ、ちょっと意地悪ですね。悪いやつやな。8月14日にそこで行きましたけれども、あの時ぐらいですか、うん、8月10日ですね。8月10日、うん、で、そのトルコの鉄鋼アルミニウム引き上げを発表したんで、これトルコリラ暴落のとどめを刺した形になったわけです。あらまあ、うん、だからもう簡単に言ったら弱ってるトルコにさらに容赦なく攻撃したと、うん、なるほどね、うん、これがもう大統領同士の喧嘩ってことです。怖いですね。もう格闘技と一緒ですよね、うんうん、まあ、経済的な格闘技ですよね。そうですね、はい、もう相手がフラフラなってきたら、うん、もう一気に必殺技を出すと、コンボ技を出すと怪我してるところにポンみたいな感じですもんね。そうですね、はい。でね、実際アメリカにとってみればこの鉄鋼の輸入国相手としてはトルコは6位ぐらいなんですよ、うん、6番手ぐらいだから、わざわざ名指しで攻撃するほどの相手じゃないんですね、うん、中国とかに比べたら、うん、中国はもう大きいんでね、うん、当然名指しで戦ってますけど、うん、トルコはわざわざ触れるほどの国でもないのに、うん、わざわざ触れた、しかも2倍にするというね、うんうん、めっちゃ嫌いやん。めっちゃ嫌いやん、トルコの大嫌いってことですよ。へえ、まあ、もちろんなんでこのタイミング、そのね、トルコリーダー弱ってるところに言ったかって言ったら、これも表向きは今言った喧嘩ですけど、裏の理由はもちろんその自分を支持してくれてるアメリカのヘッジバンドとかその後の企業を儲けするためですけどね。聞き取れますか？もにゃもにゃっと、ね、なるほどね。まあ、こんな感じですね、アメリカがトルコへの攻撃を強めていけば当然トルコの経済とか金融は大ダメージを受けますし、うん、そうなれば、まあ、前回も言いましたけど繰り返しになりますけど、その EU の銀行がお金を貸しているトルコの資金が焦げついてしまうので、うん、ユーロ危機になって、そして EU 崩壊の危機を訪れるっていう流れになってしまうってことですね、うん。でじゃあなんでね、このトランプさんとエルドアンさんここまで仲が悪くなったのかと、うん、気になる。昔なんかあったん？昔なんかあった。もう昔いっぱいなんかあったんですけど、うんうん、まあ、一番決定的になったのはさっき言った牧師さんの返さない返す返せ問題なんですけど、うんうん、その前にからもうずっと昔にいろいろあったんです。あ、そうなんですね。でこれもね、話した裏話いっぱいあるんですけど、これまたやばいラインに増えるんで、うん、3つだけ言っときます。3つだけ、あ、3つは言ってくれるんや。この3つは言っても大丈夫ぐらいのところなんで言っときますと、実は一つ目はですね、北大西洋条約機構 NATO ですね、うん、これ、まあ、実はトルコも入ってるんですね、うん、で2016年7月にそのトルコで起きたクーデター未遂事件があったんですけど、うん、トルコでクーデター未遂事件、あ、その牧師さんのやつですね。それまた別に、別のやつ、別事件、はい、うん、でそのトルコ側が黒幕って言っている人物が、はい、そのイスラム教指導組織のある組織の指導者の、うん、ヘトフラギュレンさんちっていう人、ね、難しいね、難しいですね、ヘトフラギュレンさん、すごいすごい。まあ、そういう人がいるんですけど、この人アメリカに住んでたんですね、うん、アメリカから支持したと、はいはい、だからトルコ側から引き渡せと、うん、エルドアンさんが殺されかけたわけですから、うん、エルドアンさんブチ切れてるわけですよね、うん、なるほど、トランプさんにその人引き渡してくれと、うん、いやいやそんな証拠ないから渡せんと、うん、犯人引き渡し条約とかあるから渡せんと、うん、証拠出せと、うん、でもそんな証拠はないと、うん、ないんだって、まあテロの話だからさ、うん、そこまで証拠明確残らないでしょ、うん、ミスでも状況証拠を、でもその実行犯は分かるけど、指示したかどうかは難しい、あ、うん、その組織 の立証はできひんということ、組織の人がやったとしてもその人が命令したかどうかはなかなか難しい、うん、まあ、そういう、ね、アメリカの主張側もあって、なるほど、引き渡さなかったのが関係悪化の始まり、なるほどね、うん、先にやっとったんや、そうそうそう、うん、だから向かい言ったエルドアンさんは自分は殺されかけたと、うん、犯人はアメリカに住んでる、だからトランプさんに引き渡せ、うん、いやトランプアメリカとしてはそんな証拠をちゃもっと明確な証拠なかったらそんな無理と、うん、でも殺されかけた実とかを渡したらそんな言ってられないっていうことでちょっと関係悪化が始まったんです、ね、うん、なるほど、結局引き渡さなかった、ね、なかったですね、はい、で2つ目はですね、これ一応トルコは信教の自由はもちろんあるんですけど、まあ、歴史的に見てもイスラム国家ですよね、うん、ずっとね、まあ、オスマントルコ時代とかあったわけですから、うん、なのでそれでも一応キリスト教国家のアメリカとは同盟を結んでるわけなんですけど、うん、ただこのイスラム国があったりありましたよね、はい、IS、うん、に対するこのアメリカとの戦略が原因でさらにこじれていったんですね、うん、って言われてます。
見解の違いという見解が違うというかね、うん、そのとどういうことかっていうと、トルコの隣国シリアですね、うん、この内戦に絡んだ時に過激派組織そのイスラム国ですね、うん、の、まあ、討伐作戦、掃討作戦があったんですけど、はい、この時ねアメリカはトルコが敵視しているっていうか、もう敵やと言っているクルド人の、その人民、クルド人の民兵組織をアメリカ軍は友軍として認めたんですよ、うん、友軍っていうのはつまり味方ってことですね、うん、つまりアメリカはイスラム国を攻めるときにクルド人勢力を味方にすると、うん、アメリカ軍の友軍として認めたんですけど、うん、トルコはそのクルド人勢力を敵としてたわけですよ、うん、でアメリカとトルコはもともと仲間で一緒にイスラム国を討伐する、うん、でもトルコが敵として言ってたクルド人をアメリカは味方とした、うん、これ問題な、ぐちゃぐちゃですね、ぐちゃぐちゃですよね、うん、なんでそんなことをしたんやろうね。まあまあ何かと必要だったんでしょうね、その勢力が。なのでそこで喧嘩になったと、うん、戦ってた相手を味方に引き入れたわけですから、トランプさん勝手に、うん、ああなるほどなるほど、うん、そもそもだからトルコとそのクルドは戦ってたわけですか。戦ってたか、まあ、敵同士やったのが、うんうん、を勝手にイスラム国を討伐するときに気づいたら、アメリカがその、ね、友軍っていうのはまあ、うん、自分のところの軍ってことになるんで、うんうん、認めた、正式に認めたってことで、はい、何やっとんねんってなりますよね、うん、それでまたブチ切れたということです、ね、なるほどなるほど、うん、それはブチ切れますね、うん、何やっとんねんよね、うん、まあ、まあトランプさんなんでね、ジャイアンプさん、ジャイアンプ今までの流れとか関係なしかいっていう、ね、まあそういうことですね。だからその辺ちゃんと考慮しなかったから、うん、またエルドアンさん怒ったわけですね。まあイスラム国についてはこれ以上触れたらやばいんでやめときますけど。グレーゾーン。で3つ目はですね、はい、これはこれもまたさ、これは最近の話なんですけど、うん、トルコはね今言ったらアメリカと喧嘩中なんで、うん、ちょっとアメリカにも頼ってられへんと、うん、でも頼らなあかんから、うん、じゃあどこと仲良くしようかなって考えたら、今ロシアなんですよね、はい、ほうほうほう、ロシア、うん、もちろん言うまでもなくロシアとアメリカは、まあ、仲悪いっていうか昔から冷戦とかあって、ね、まあ、一応敵ではないけど敵みたいな感じはあるじゃないですか、うんうんうん、でロシアとしてはもう世界を牛耳ってアメリカじゃなくて自分たちが覇権握ったわけですから、うんうん、イランとかね、そのアメリカが敵国としているところと仲良くしてるわけですけど、うん、トルコにも手を伸ばしてきたわけですね、うん、つまり最近トルコのエルドアンさんはプーチンさんと急接近してると、仲良くなってきたと、でそれが外交とかね、うん、金融ならまだしも今軍事的につながりが増えてきてるんです。なるほど、うん、危ない方に向かってる、うん、だからこれはトランプ大統領もそのアメリカ政府関係者もアメリカの軍の関係者もかなりブチ切れてるらしいです。でそこもな、ね、ただ会談して仲良くするお食事するぐらいだったらまあいいやんと、うん、でも軍事的に結びついてきたらこれちょっと話しゃれにならんということでなるんですけど、これ具体的に言うと、まあこれちょっと兵器の話なのでマニアックですけど、ロシアはね最近 S400、うん、トリウームフっていう最新鋭の地対空ミサイルを作ったんです、うん、弾道弾迎撃ミサイルですね、うん、まあ、アメリカのロシア版サードみたいな感じのやつなんですけど、うん、これはねどれぐらいすごいかっていうと、はい、この S400 版のトリウームフっていうのは、はい、400キロですよ、うん、400キロメートル先にある6つの目標を同時に攻撃できると。へー、こうめっちゃ飛ばすってことですか。そうそうそう、飛んできたミサイル400キロ先で撃ち落とせるってことです、ね、6発一瞬で。あ、強いですね。だからすっごい処理能力の高い、しかもステルスなんで、うん、レーダーに察知できないと、うん、すっごい高性能なんですよ。おだ、意外にロシアって今兵器の開発アメリカと並んでるんですね、うん、実は。そうなんですか。まあ、超高性能のパトリオットミサイルみたいなもんっていうこと。パトリオットはちょっと違うけど、迎撃ミサイルのサードですね。だからだったら、うんうん、そういうことです。あ、そういうこと、うんうん、超高性能 の迎撃ミサイルですね、うんうん、迎撃だけじゃないよね、でもできることって。知らない。ああそうかまあできますよ、もちろん、ね、狙いますね、うんうんうん、実際迎撃できるってものすごいことやからね。あ、そう、飛んでるミサイルを撃ち落とすね、うんうん、精度が結構いりますもんね、うん、結構どころじゃないで、うんうん、まあ言うたらあの飛んでくる弾丸を弾丸で撃ち落とすっていう、そうですよね、ぐらいのことやから、うんうん、ものすごいことや、うん、そうです、うん、それ400キロで6つの目標同時展開っていうのは今日本とか配備されてるのすごいですからね、うんうん、でそれをまあ長谷さんの話でちょっと補足すると、うん、
もういち早く中国は勝ってます。勝ったの？勝ってるんだ。中国人民軍は2018年4月に勝って、うん、最近ですね8月1日に実戦配備完了してます。わあすごい。で韓国に向いてるんで、おお、宮本さんが言ったように韓国に言ったように今韓国政府めっちゃビビってるんですよ、ね、だからちょっと韓国北朝鮮の急接近してるとかいうのもそういう背景もないと思うけど、ないと思うな。実際日本もビビらなあかんぐらいやんね。あ、400キロだったら ね、うん、そういうことですよ。全然報道されてないでしょ。そうやね、報道したらだって中国ともっと仲良くしいなっていう論調になってくるよ ね、 ね、はい、うん、ということもあって、そしてねトルコもね、うん、ね、まあ、これは僕のエルドアンさんが思ってるだろうってことを代弁して言うと、うん、ね、俺らのことそんなにいじめるんやったらね、うん、この S400 買っちゃうよっていうこと、買っちゃうよみたいな計画を実際示したんですよ。でアメリカを牽制したんですよ、はい、うん、でもアメリカの政府は、うん、好きにすればみたいな、おっと、やれるものやってみろって言ったら、はい、本当に買っちゃいました。あ、買っちゃった。でも買ったからって別にそんなに、うん、なんかすごく有利になるわけではないよね。ないけど、うん、トルコは NATO に入ってるわけですよ、うん、まあ、ロシアも準加盟国、こっちは準加盟国ですけどね、うん、NATO に入ってるのにロシアから最新のミサイル兵器を買ったわけです、うん、ほうほうほう。アメリカからしたらアメリカの兵器買ってほしいでしょ、うん、ああ確かに、うん、ってことですね。うーん、でトルコにはアメリカ軍最大の基地がある、あ、アメリカ、ヨーロッパ向けた基地があるし、うん、アメリカ の、 そのロシ対ロシア対 EU に向けての核兵器ってトルコにあるんですね、うん、配備っていうのは、うん、そこのトルコにがロシアと近づいてるっていう、しかもその S400 って最新鋭のミサイルを買っちゃったってこと、うん、もう仲悪い決定的な証拠ですね、うん、そうですね、なるほどね、うんうん、ちなみにインドもこう買うみたいです。おう、インドも買うのみたいです。日本も買おうかな。買おうかな。買ってみようかな。あと買ってみようかな。カタールとか、はい、メキシコとかギリシャは、はい、古いバージョンの S300 は持っています。おお、古いバージョン、まあ、でも十分高性能なわけですね。高性能、うん、でも今の最新のやつはレベル桁が違うんで、そうなんですね、うん、まあ、うん、これもロシア特集の時に言いましたけど、ね、うん、ロシアのプーチンさんが再選された時にすごい兵器いっぱい開発って言ったじゃないですか、うん、光の速度なんちゃらとか、すごい原子力で動くドローン作るとかね、うんうん、あれほん、まあ嘘やと思ったけど結構ロシア技術力めっちゃ高いってことです、うん、ってのはありますね。すごいですねロシア、うんうん、まあ、一党独裁っていうかね、何でもできますから、これに予算使おうと思ったら、うん、これだけやれって言えますもんね。言えますからね、うんうん、まあ、そこんなん作らんとビットコインとかにしてほしいですけどね。、うん、やってますよ、マイニングシティ作りますから。それ稼いだお金また兵器作るんでしょうけど。そうだ。ないな、うん、では逆にですね、はい、そんな感じで仲悪いんですけど、じゃあ今度、そのエルドアン大統領さんはね、はい、どんな感じかっていうと、うん、先ほど言ったようにトランプさんが関税引き上げを承認したその日にね、うん、アメリカのニューヨークタイムズへの寄稿で、はい、そのアメリカのニューヨークタイムズにもうアメリカ以外と関係を強化するっていうことを言いました。あら、もっと名指しじゃないですか。ね、本当に。そして、まね、うんうん、そしてその2日後のトルコ国内の演説で、はい、もう対米強弁姿勢は崩さないと、うん、徹底的にやると国民に向けて言いました。なるほどね、うん、まあ言いそうだね、うん、そしてさらにね、国民に向けて、はい、こういうあみ、ね、トルコ国民皆さんが持っているドルとかユーロとか金は売り払ってリラに変えてくださいと、うん、リラ暴落してるからね、ドル持ってるでしょ、ユーロ持ってるでしょ、金持ってるでしょ、そんなんはもうリラ、自分の通貨のリラに変えてくださいって演説したんですよ、うん、これによってトルコ国民はさらに不安になったわけですよ、ね、だって大統領が、ね、ドルから自分のところにリラ変えろってリラ下がってるのに言ってること、これほんまにやばいやんって逆に効果になってさらに不安が広まったってことです。不安やね、確かに、うん、これもトルコ特集で言いましたけど、このエルドアンさんちょっと経済政策下手なんでこういうことやっちゃうわけ、逆に煽っちゃったわけですね、うん、不安を、うんうんうん、ダメだね。最近ヘッジファンド、でっかいヘッジファンドの社長というかいっちゃんトップにもなってたよね、大統領が、大統領がヘッジファンドのトップになったんですか。はい、それ知らなかったですね、うん、あかんやろって思ったけど、見ただけであかんやろって思ったけど、そのトップを下ろして自分がトップになってるんですよ。ああ、ジャイアン、ジャイアンですね、
ジャイアニズムが取れた。俺のお前のファンドは俺のもの。いい感じで儲かったね。じゃあ降りてくれるかみたいな。俺が変わるわって。でさらにその今言ったね、リアに変えようって言って変えてくださいって言った演説したその次の日にはですね、まあ、日本では、まあ、財務大臣に当たるようなアルバイラク財務省っていう人が補足として、ね、トルコ国民に対して、あなたたちの貯金が没収されたりとか、銀行口座の外貨が勝手にリラに転換されることはないとツイートしたんです。でもこれもさらに国民の不安を解消するツイートやったんですけど、逆にもっと不安になった。そうですね。そんなことも考えてたのみたいな。だからね、貯金没収されたりとか凍結されたりとか、ドル建てで持ってる口座が勝手にリアに転換されたりすることないですよって言ったんけど、そんなんするんかことないでしょ。そうなりますよね。そう考えちゃう、っていうことで余計にもさらに不安になったと。なるほどなるほど。さらにこれはこれ余談ですけど、さらにトルコの愛国者の人たちは、それをなんでアメリカの会社のツイッターで言うねんというツッコミもありました、ね、結局ツイッター使っとるやないか。ツイッターアメリカの会社なんでね、アメリカと喧嘩してドルからリラに帰ろうっていうのはなんでツイッターで言うねんっていう。なるほどなるほど。ツッコミもあったらしい。なるほどね。マストドンとかにしとく。そういうことですね、であと通貨政策でいうとこれ、ね、はい、まあ、あのマナトルコ諸国ぐらいリラが暴落したとしたら、普通はね、自国通貨防衛のために金利を上げるんですよね、魅力的な通貨にして流出を防ぐんですけど、エルドアンさんは、まあ、前の特集でも言いましたが、結構イスラム寄りな、かなりイスラム寄りな思考のために金利の引き上げには反対なんですよ、まあ、一説によると金利を上げようとする中央銀行にもう圧力かけてたと、まあ、ヘッジファンド乗っ取るんやったらそれぐらいお茶の子さいさいでしょうけど、言ったわけですね。で実際に演説でも次のように言いました。金利というのは金持ちを富ませ、貧しいものをもっと貧しくする搾取の手段であると、私が生きている限り金利の罠には陥らない、つまり金利は諸悪の根源っていう思想を持っている人なんですね、なので、エルドアン大統領っていうのはその演説でそういうふうに強調して、本当だったらリラ安を食い止めるために利上げしなあかんのにしなかったんですね、それが原因でそういう演説をした、つまりもう利上げしないって宣言し、大統領が宣言したことによって、リラ次の日に、その演説の次の日に リラが売られまくって、一時1ドル7円、1ドル7、1ドル7リラっていう過去最安値になったんですね。でそういうふうな背景があったんですけど、まあ、この前回の、ね、冒頭で言ったようにさすがにもう利上げしないわけにいかなくなったんで、なんとか、9月13日に、まあ、政策会合はトルコの中央金利を 17.75% から 24% 引き上げた、で一応ショックが収まったんですね。だから、まあ、利上げはなんとか認めたんですけど、もう認めざるを得なかったみたいな方が正しい方が、ね、なるほどね。で実際にこれは、まあ、打って、これは実はなんていうかな、隠し利上げみたいなのしてたんです。隠し利上げ、発表しないで実は上げてたんですよ。あ、そうなの。言ったら自分ね、国民に対して絶対しないと、諸悪の根源やと、言ってた人がなかなかできないじゃないですか、言っちゃったから、だからちょっとずつ隠し利上げしてたんです。発表せずに、発表せずに、あれ上がってるやんみたいな感じ。あ、まあ、そんなイメージです。分かる人は、イメージとしてはそんな感じです。でもそれでも撮影止めれなくなったんで、もう9月の13日にもう正式に発表したっていうことですね。あ、そうなんだ。っていうのもありますね。なので ここまで言ってきたように、その、まあ、エルドアン大統領とアメリカに対しても強弁姿勢を貫き、もうトルコ問題、そのトルコの通貨危機にもうまさしに火はに油を注ぐ展開にどんどんなっていってってことです。とりあえずもう分かった、仲悪いの分かった、やばなって言ってるのも分かった、どうなんのこれからトルコリラドルはどうなっていくのさ。ただまあちょっと大事な話が、もうちょっとまだ喋りたい、まだあるんですよ。そうね、前提としてね、前提が話がありますから、ちょっとお待ちください。でこのね、エルドアン大統領のそのね、対アメリカの強弁姿勢っていうのは当然、諸外国、まあ、特にヘッジファンドからさ、リラ売りの圧力要因になるので、さ、
まあ、当然ディランこれからもやばくなる可能性は高いですし、さらに、まあ、ずっと言ってるように欧州トルコの金貸している EU の銀行の不良債権問題につながるかもしれないし、このトルコリーダーと同じような問題を抱えているアルゼンチンとか、ね、メキシコとか、まあ、前に言ったフラジャイル5とかの通貨にも深刻な影響するかもしれないリスクをどんどん高めている、エルドアンさんが高めているってことです。でしかもでトランプ大統領の側から言うと、トランプ大統領はアメリカファーストとね、保護主義貿易を掲げておりますし、11月の中間選挙も控えてますから、一説によると負けそうって話もありますからね、やるしかないので、アメリカはもう絶対引けないし、って言ってもアメリカの本命は中国なんでね、トルコみたいなちっちゃい国に負けてる場合じゃないと、なるほど、いうのがアメリカのトランプさんの思惑でしょうから、絶対に引く気はないと。じゃあどうなるのって話ですね。でも逆にトルコのエルドアン大統領さん、エルドアン大統領もまあ独裁者であって、強力な指導者としての立場があるわけですから、でこの人はトルコ、まあ、前回あのトルコ特集で言いましたけど、すごい人気はあるんですよ、国民にね。それはなぜかというと、トルコ経済をとてつもなく盛り上げ立て直したからね、みんな豊かにしたんですよね。なのでまあそれが正体はばらまきだっていう話も言いましたけどね、すごいお金ばらまいたんで、国民の支持はすごく高いんですよ。なるほど。で、まあ、トルコの中、まあ、トルコもイスラム教の方多いんで、アメリカ嫌いな人も、まあ、いるから、そういうのもあって、まあ、まあすごく、支持は高いんですけど、で実際ね、トルコの実質 GDP は2016年は 3.2%、 2017年はプラス 7.4% で、すごく今景気がいいんですね、この段階ではね。で2017年のこの GDP の伸びっていうのは中国より高いんですよ、すごい経済成長してたんですね。でもそれはまあ言ったようにばらまきなんで、今後もうダメになるのは目に見えてるんで、前も言ったように大統領選挙を早めて自分の支持金も固めたわけですけど、そういう背景もあって、エルドアンさんとしては当然アメリカとに負けるわけにはいかないと、この経済を良くした実績で選挙に勝ってきたので、ここでアメリカの要求に屈服すると自分の人気も落ちると、つまり大統領の地位も危うくなるから引けないと。トルコがアメリカ嫌いっていう感情があんまり皆さん分かれへん人もおるかもしれんけど、あの eBay ってあるじゃないですか、オークションの、あれトルコで全然流行らへんぐらいなんですよ、アメリカの会社やからって。もうそれが理由でみんな嫌がっちゃうぐらいなんですね。アメリカのサービス使いたくない、そんくらい。日本ってそんなんないやん。そうですね、どこのサービスやろうが便利やったら使う、それになんか企業を選ぶのに思想が加わる感じね、宗教のある国、特にそういう国と国が仲悪かったらね、そういうのあんまり気にしない、本当に日本ぐらいって言ってもいいかもしれない。そうなんですか、ありますからね、世界中のいろんなところで。ということで、国民感情というものが多分、そのアメリカに負けたっていう風になったら、エルドアンさんはもう再選無理でしょ、再選がないかもしれんけど、再選せえへんか、再選じゃなくて何やったっけ、伸びたんやったっけ、大統領のあの期間を延ばしましたからね、憲法改正して、それでもだいぶ失墜するでしょうね。失墜するし、下手すり暗殺されますから、だってずっとクーデター起こってるわけですからね、負けれないってことですね。だ国民がバックの味方がいるからモテだけど、国民のバックもなくなったらいつねクーデター起こるか分からないですからっていうのもありますね、っていうことです。でこのねトルコをめぐる問題としては、さっきも、ずっと言ってますけど、 EU は何度も言いますけど、トルコは助けたいんですね、というかもう助ける以外に選択肢はないと、でもアメリカはトルコを潰したいと、攻撃したい、仲悪いから、ですね。でこのように実はトルコ問題っていうのは裏で言うとアメリカと EU の代理戦争の場になってるんですよ。でその裏の裏の奥に潜むのが、ちょっと前回のトルコ特集ちらっとだけ言いましたけど、実はイスラエルの問題なんです。イスラエルのエルサレム問題ですね。表向きはそのエルサレムを首都と認めたアメリカ、トランプ大統領と、それはもうやりすぎやという EU 側のこの大戦争の場の一つが今トルコになってるんですね。でだから今結構アメリカと EU もそこまで仲良くないんですよ、特にこのエルサレム問題をめぐって、今これが世界中にいくつかあるんです。だから世界中にいつトルコみたいにアメリカと EU の代理戦争の場になっている国が、あ、そうなんですね。実は世界にある経済問題はこれが原因です。ほら、宗教問題だ。じゃあ
うん、いつもそうですけどね。あ、そっか。そうなんだ。うん。そうだ。もうどうしようもないな。ね、解決がね、そうだからこれは出口が見えないよね。とてつもなく根深い話です。だって数千年前の話ですからね。うん、そうですね。イスラエル問題、エルサレム問題なんて旧約聖書で出てくる話ですからね。うん、そういうのが絡んでて。はい、表向き昔やったら本当の戦争やったけど、今は経済戦争という形で、実はいろんな国でね、まあまた特注してますけど、いろんな国でいろんな問題が起こって、全部そういうのが絡んでるんですね。ねえ、そういうのが末代まで残っていくとは思いもしなかったでしょうね。なので、そのね、トルコはもう EU とアメリカのエルサレム問題の交渉の駆け引きに使われているのとさえ噂されています。なのでもう一度言いますけど、 EU はトルコを絶対に潰せない。トルコが潰れたらもちろんあの EU が崩壊につながっていくからね、はい、とはいえね、もちろんアメリカにも波及するから、アメリカも完全には潰せないわけですよね、うん、トルコを潰したら EU 潰れて、ドイツ銀行潰れて、結局アメリカも当然波及するからね、うん、ということで、だからまあイメージとしてはもうギリギリまでいたぶって有利な条件を EU から引き出したいという思惑があるというのが毛布の妄想です。なるほど。妄想、妄想なんや。妄想って言ったら妄想、そうやね、うん、許されるでしょう。知らんけど、知らんけど物語です。まあそんな感じで話戻して、実はですね、この収録が今9月末なんですけど、おそらく今頃かな、アメリカで国連総会があるんで、うん、エルドアンさんはアメリカを訪問するの予定なので、マジで話し合いすると言われるかもしれないですね。だそこで仲直りというかね、まあ、両国にとってポジティブな話し合いになったら、これまたトルコ問題を一気にまた解決すると思います。うん、そうですね。だから今ナウで仲良くなってるか、よりつかみ合ってるか。なるほど。つかみ合いの喧嘩。面白いかもしれないですってことですね、はい。で、まあ、というわけでね、今回 の、 そのトルコの中央銀行の利上げで、今回のトルコショックね、トルコリラ大暴落は一旦落ち着きました、うん、ですが、今言ったようにトルコに関わる問題はたくさんあるし、何一つ根本的に解決されたわけじゃないし、トルコ経済は間違いなく今後悪くなって、まあ、右肩下がっていくのは間違いないので、まあその意味でも僕がずっと言ってる本当のトルコショックが起こる可能性はまだまだ考えられるってことですね、うん、なるほどね。神尾さんの考える本当のトルコショックってどんなぐらいの価格になるんですか。あ、だからそれはイコールドイツ銀行破綻ですよ。あ、そこまでいっちゃう、うん、もうギリギリでいたぶってないやん、うん、ね、当然巻き込んで行くよ、行っちゃう。だからトルコはダメになる、フランス、イタリア、スペインの銀行がダメになる、うん、その銀行には大量の CDS がある、はい、テクドイツ銀行です。ドイツ銀行、7500兆円問題に発展する、うん、まあ、全部じゃないけどね、うん、そうなったら、だからずっと言ってますけど、どこの国の経済問題も最後ドイツ銀行とかその辺に絡むので、うん、どこが爆発しても信じられないことになります。なるほどな、うん、うん、だから株価が大暴落とか言ってるレベルじゃないですよ ね、 そうですね。株とかいう概念がなくなるかもしれない。ああ、だから学者の中の資本主義がなくなるって言ってる人もいますからね。そんな大変化が、うん、どうなの、わかんない、うんうん、みんなでまた畑耕すかもしれない、うん、いや百姓やるしかないか、そんなぐらいのレベルで落ち着くかな、落ち着かないな、まだ、ま、これの怖いのは、ね、うん、1929年の世界大恐慌の数年後に第二次世界大戦が起こっているように、うん、あの世界の人たちの目をくらますために戦争って起こることがあるので、うん、それもちょっと怖い話ですよね。なるほどね、うん、そうですね、うん、っていう説もありますからね、うんうんうん、説ね、説、うん、噂、説だといいな、ストーリー、物語、噂、うん、とりあえず空売りでいいかな。まあ、なので、だから今言ったようにトルコショックは一旦押しすぎたんで、今すぐトルコリラ売りとか、うん、何か空売りとかでも全然ないですし、うん、ドイツ銀行 も、まあ、ずっとやばいのはやばいですけど、まだ別に問題が爆発したわけじゃないので、うん、ね、あ、戦略として準備しておくのはいいですけど、今すぐ空売りとか全然じゃないです、うん、タイミングはまだまだ分からないです、うん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 、なるほど、うん、
ただ必ずどっかで何かの前兆は必ず起こるので、うん、まあ、リーマンショックのことで言ったらサブプライムがやばいっていうね、前兆が感じ取った人は感じ取って、それで大儲けした人もいるわけじゃないですか、うん、すごい、そうですね、ね、だからその前兆はあるので、その前兆が見えたら僕は一気に打った方がいいの、勉強した方がいいんじゃないって言います。あ、振りの勉強した方がいいんじゃないなるほどね、うん、まだですね、だから、うん、だから今すぐトルコリア売るとか、まあ、トルコリア買いもそうですし、ドイツ銀行に絡んでオプション買うとかは全然違います。で、うん、オプション期限1ヶ月ですから、ねうん、切れちゃうから、うん、なるほど、うん、今じゃない。でも準備はしておくべき、うん、その準備の一環として空売りとかオプションの勉強をついておくと、うん、これ一気に金持ちになれるということです、うん、ね、うん、金持ちになったところでそのお金が価値を持っているかどうか分からない。そうね、そういうことなんです、うんうん、とりあえず神尾 TV オプションコーナー始まるよ。楽しみに。そういう前振りですね。まあオプションもね、その悪しデリバティブ、ね、このままやったらみんなほなどうしたらええねんってなる人も多いから、うんうん、確かに具体的には方法論をね、やっぱり神尾 TV はちょっとでも伝えた方がいいと思うよ、うん、そうそう、10月から始まりますから。10月から始まるよ、うんうん、おやった、ね、10月にどっか破綻せえへんようにデフォルトとかせえへんように似合うしかないね、うん、うん。アリサが卒業して始まります。あ、私卒業してるんだよ。あの妖怪に続いてしました。今フラグ立ってる。どうしよう。卒業したら始まる。あ、うん、あ、はい。粘って、もっと粘って。しませんよ。というわけでね、うん、またタイミングとか具体的な方法についてももちろん解説していきたいと思います、うんうん、その株の初心者コーナーとか、より攻めたい向けの、うん、中級者向けのコーナーもやろうと思ってるんで、うん、やっていこうと思います、まあ、ちょうどいい時期に入ってきたと思いますから、ね、そうやね、うん、そうですね、うん、早よ更新しなっていう時期に入ってきたね。まあ逆に言うとチャンスの時期にも入ってきたんで、そうですよね。あ、そうですね、うんうん、もうだいぶこの世界中のヤバい問題が収束地点に向かいつつあるので、そうやね、うん、トライアングルやね、トライアングルね、はい、うん、チャートで言うとね、はい、うん、売りも買いも拮抗してきたということですね、うん、そういうことですね、うん、はい、まあ、ずっと言ってますけど、ヘッジファンド もドイツ銀行名指しで狙ってき始めたし、そうですね、トルコとかにも総合意かけるようになってきたので、うん、そうですね、まあ、そろそろ収束地点に向かっていくということで、そうそう、その辺の特集もやっていきたいなと思います、うん、はい、はい、なのでね、このトルコ破綻からのフランス、スペイン、イタリアの金融危機からのドイツ銀行の破綻からの世界経済の崩壊へというシナリオは全然残ってますので、はい、今回の利上げは何度も言いますけど絆創膏を貼っただけなので、うん、トルコ問題は何一つ解決しないし、エルドアンさん今も大統領なので、うん、トランプさんの喧嘩してるので何一つ解決しないので、うん、今後もね、このトルコはトルコショックがいつ起こっても全然おかしくはないです、うん、もちろん怒らなく、もう一回言いますけどね、エルドアンさん、トランプさんの仲直りして仲良くなって、統計でも良くなって、世界が広がっていくかもしれないけども、うん、オプションなんかいらんと、プットなんかいらんって、うん、空売り、何で空売りすんねんみたいな。うん、CDS も全部解決し、明日には、両側からうざうざ聞こえてくるんよ。そう、スナリオもあるけど、はい、まあ、どっちかっていうと、そういうちょっとネガティブな方向に行く可能性が高いので、うん、今後もね、そういう、世界の超巨大爆弾を特集していきたいと思います、うん、はい、そしてトルコはもう今世界経済の超巨大爆弾のことには全然変わりがないので、うん、また新しい情報が入り次第このコーナーでもお伝えしていきたいなと思っております、はい、はい、というわけでいいですかね、そんな感じ、いいですよ、うん、許可が出ました、直前とはせえ、うん、次回コーナーにお楽しみという、今すぐどうこうできることはないですから、うん、人を見てもらわないと、でも危機感はね、持っておいてもらわないと勉強しようと思わないので、そうね、持っておいてもらおう、うん、まずは勉強しよう、はい、勉強しましょう、というわけで今後また、いろんな特集をお届けしていきたいと思います。ちょっとね、国によってきたので今後次回からおそらくもういろんな国をちょっと触りだけ最新情報を伝えていこうかなと。カタールとか、カタールとかアメリカとか、うんはい、ね、トランプさん弾劾どうなのとかの話、うん、最新情報とかをちょっとつまんで、あ、週刊仮想通貨のニュースみたいなつまんで、うんうん、ランキング形式にしようや、はい、カウントダウン TV みたいな今やばい国ランキング、10位から、そんなコーナーやってみようか、今週の10位はとか、いやいや、どこどこやりたいやりたい、
それ面白いかもしれない。ポップにね、ポップにね、確かにね。じゃあそんな感じでやるかもしれないですけど、いろんなまたさらにね、深い情報とか裏話いっぱい入ってきていますのでお伝えしていきたいと思います、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いします。お願いします。目の向かうと LINE アットやっていますので、ぜひこちらもご登録ください。何か LINE あれば LINE アットすぐ送らせていただきます、はい、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。お願いします。この動画がいいと思われた方でシェアの方もしてください。あと動画好きなツイッター、フェイスブック、インスタグラムもやっていますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。